モシンナガン M1891-30 はソビエト連邦で開発されたボルトアクション方式の小銃。ロシア帝国時代に開発されたモシンナガン M1891 の改良型である。第二次世界大戦中にソ連赤軍の主力小銃として活躍し、狙撃銃としても使用された M1891-30 から派生した。 騎兵重型の M1938 とその改良型である M1944、その他のバリエーションについても述べる。1930年代以前までのソ連赤軍の主力小銃はロシア帝国時代から製造されていたモシンナガン M1891 であった。この小銃は帝政ロシア時代のセルゲイモシン大佐とベルギー人のエミールナガン。 レオンナガン兄弟によって開発されたボルトアクションライフルで1891年に帝政ロシア軍に正式採用された。当時の小銃は単発5層が主だったが M1891 は5連発の弾装を装備することで火力も格段に上がった。しかし銃の全長が長く戦場で使うのにはいささか不便であった。しかし、 改良は行われており、1924年には、イーカバコフとアイコマリツキーが、剣道名をスプリング式リングに変更してクラツキをなくした。パンシンは、小生王位を開発し、相談クリップも単純化し、焼射区も頑丈なものに変更された。だが、タンジェントサイトの距離表尺の表示に、低性ロシア独自の単位であるアルシンを使用していた、ため、 兵士の間では不評であった。赤軍部内でも M1891 の陳腐化に伴い新型小銃の開発が不可欠であると判断された。そこで1920年後半に入ってから M1891 の改良型の開発に着手し始めた。1930年4月28日、それらの改良を総合した上で距離表尺の表示をメートル法にし、 コストダウンを施した M1891-30 が採用され、生産を開始した。M1891-30 は M1891 で、問題があった点を改良している。機関部の構造や、使用弾薬など、基本的には、M1891 と変わらない。新規製造されたものと、既存の M1891 から M、M1891。 30相当に回収されたものの2種類存在する。重心長を10センチメートルほど短くし M1891 の騎兵用モデルであったドラグーンライフルとほぼ同じ長さになった。リアサイトの距離表尺の表示をアルシンからメートル法に変更。さらにリアサイトとフロントサイトが強化され、フロントサイトに筒状のカバーが付けられた。生産簡略化のため、 機関部前方にある重心序部が六角形から円筒型へ変更。M1891 からの回収型は六角形のままである。木部については工場や製造時期によって単材性と合反性の2種類がある。銃剣については M1891 と同じスパイク型を使用。第二次大戦中のソ連軍では銃剣は着剣状態で傾向するため、 鞘が付属しておらず、銃剣状態で射撃することが基本とされていた。照準も着剣状態に合わせて調整しているため、銃剣を外して撃つ場合、改めて調整し直さなければならなかった。1930年代になると、ソ連赤軍は狙撃銃に興味を持つようになり、1937年頃から M1891、 30の狙撃銃型を登場させている。名称は小銃型と同じ M189130 である。狙撃銃型は主力小銃型と比べて生鮮された重心が使用され、相談するとき直線型ボルトハンドルとスコープが干渉するため、ボルトハンドルが垂れ下がった形状に変更されている。使用するスコープについては、1930年代に カールザイスの工場設備を購入して開発に着手している。最初に重心へブラケットをつけ倍率4倍のポリエチレンスコープを装着した狙撃銃型を登場。ポリエチレンスコープはアイレリーフが1 0センチメートルで上下左右の調節機能が内蔵されている。銃とスコープの間は8センチメートル近くあり、そこでメタリックサイトを使用することができた。次に レールタイプのベースに VP スコープを乗せた狙撃銃型が使われ、最終的には既存のスコープより小型である倍率3.5倍のプスコープを仮装するようになった。プ型スコープはトカレフ M1948 自動小銃にも使用されたスコープだが、ポリエチレンスコープにとって変わることはできなかった。また、サプレッサーを付けた狙撃銃型も使用されている。 サプレッサーは全長 232mm、直径 32mm の円筒で、直径 15mm のゴム2枚で発射ガスを補足して減温する仕組みだった。150.5グレインの弾頭を使用したパルチザン実縫を使った。1939年2月26日には M1891-30 の騎兵銃型である。 M1938 が制定された。M1938 は、基本構造は M1891-30 と変わらないが、全長 101.6cm、重心長 50.8cm、重量 3470g と小型化された。しかし、M1891 伝統のスパイク型重剣は装着できなかった。主に騎兵、通信兵。 砲兵で使用された。ソ連赤軍は、第二次世界大戦で実戦を経験すると、平原だけでなく、森林や残酷、市街地などでも戦闘が行われ、障害物を超える戦闘もあったため、全長123センチメートルもある、M1891-30 では不便であることに気づいた。また、白兵戦を重視する観点から、M1938 に折りたたみ式の重権を、 備え付けることが検討され、1943年5月に8種類がテストされた。そこでセミンのシステムが採用された。1944年1月に M1938 に折りたたみ重剣を備えた改良型の M1944 が不評、騎兵補給部隊用として交付され、これをもって M1891、 30M1938 の生産は中止された。M1944 はスパイク型銃剣を銃口右側に装着し、普段はこれを側面へ折りたたんで収納する。全長 102cm、重心長 51.5cm、重量 3900g で、光線時に白兵線への切り替えが容易となり、狭い線上でも取り回しが便利になった。 300から400メートルでの命中率は M1891-30 とそれほど劣らなかったという。M1891 の後継小銃として、ようやく登場した M1891-30 は、第二次世界大戦を通して、ソ連赤軍にとって代表的な小銃となった。主力少銃として開発された M1891-30 であったが、ソ連の広報、 プロパガンダでは、狙撃銃型の写真がよく使用された。そのため一般には、M1891-30 は、狙撃銃として認識されることが多かったようである。1940年、M1891-30 の後継小銃として、トカレフ M1940 半自動小銃が登場した。だが、不具合が多くてまともに使用できなかったため、 置き換えに足らず、M1891-30 は、現状維持のまま戦線で使用され、1944年まで生産が続行されている。1944年、M1891-30 小銃と M1938 機兵銃を、統合した M1944 機兵銃が、登場し、戦後も1946年まで生産された。 公戦したドイツ国防軍も多数路角し、それぞれの方に独自の名称を与えた。ドイツ軍は特に狙撃銃型を 7.62mm G-Leg256 の名称で盛んに使用した。M1891-30 は G-254 の名前で、現地使用以外にも、シンドクロシア人部隊やドイツ、 川保安部隊でも使用され、1944年には国民突撃隊にも交付されている。M1938 はカル453として警備隊や警察部隊が使用していた。M1944 も若干数六隠していたようで、カル457の名称をつけている。第二次世界大戦終結直前の1945年に、 半自動カービンの SKS がソ連軍の主力小銃として採用され、置き換えが開始された。1949年には革新的な自動小銃である AK-47 への更新が進められ、1950年代になると SKS ともども第一線の不評部隊では使用されなくなっていった。M1891-30 の狙撃銃型は、 戦後もソ連軍の正式狙撃銃として使用され続け、1960年代に SVD ライフルが登場して、以降、順次置き換えられた。独ソ戦以前の M1891。狙撃銃型は1932年で749兆、1933年で1347兆、1936年で6637兆。 1937年で13,130兆。1938年で19,545兆と、残魔していった。ドイツ軍が侵攻してきた1941年で129,2475万兆。1942年で3714,191万兆。1943年で約340万兆製造されている。 第二次大戦の間に、ソ連軍は、約1200万丁の小銃と、機兵銃を納入しており、主にイジェフスクで生産された。ボルトアクション銃の常として、狩猟ライフルスポーツライフルとしても使用されている。後継となった AK-47 の成功、そして世界的なアサルトライフルの一般化で、ボルトアクションの小銃は、軍用としては著しく旧式となり、価値を失った。 1960年代のフィンランドが国外に輸出したモシンナガンは西側のコレクター、骨董収集家などの手に渡っている。またソ連崩壊後、ロシアのモロトシ社がマイナス9130として M189130 のレプリカを製造している。また古くから製造していたトゥーラ社も民間向けにモシンナガンの改良型やモシンナガンをベースにした銃を 製造する。そのタベルリンの壁崩壊に伴い東側に多数存在したモシンナガンが外貨獲得手段として一斉に西側に流出した。資料的価値のみならず、スポーツライフル、両重要ライフルとしても安価と言えた。大量に製造された上、旧ソ連諸国から海外へ多数流出しているため、現在でも武装ゲリラ等の手に渡って紛争で使われている。 第二次世界大戦中にソ連赤軍で使用されていた PPSH-41 短期艦銃の逸話としてどうせホースの水のように弾丸をばらまくのだから命中精度は問題ないとして兵器庫で山積みになっていた M1891-30 の重心を切断して2丁分の PPSH-41 の重心として製造しようとする話があった。 ソビエト連邦、ロシア、ドイツ国、ドイツ軍は露覚した、十二独自の名称を与えている。フィンランド、フィンランドの M39、エストニア、ハンガリー、王国、ハンガリーの M52、ルーマニア、ポーランド、チコスロバキア、中国53式、模ガ長 M1891、30の登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。ソ連軍の正式小銃。 狙撃銃だったため、第二次世界大戦を題材とした作品など、ソ連兵が出てくる場面にて多く登場する。天空審判スナイパー仮面が使用。1R シーンは、約71.12センチメートル、ハット ABCDEFGHIJKLM、N ガリレオ出版、グランドパワー071月号別冊、第二次大戦ソ連軍陸戦兵器。ありがとうございます。